手だけじゃないだろ、イーゼル絵画をさ、手だけじゃない、あの対象物とそれを見る目と手とがこう混然一体となって絵を描くとき動くじゃない。でアトリエの時は当然あの画面とはこう対話するけど、対象物がないからさ、まあほとんどまあ、自分と画面だけども、対象物があると3つのものがこう関係ごと動いていくからさ、その派遣がもう全然ちょっと違うんだよ。でまずこの間のあの雲の問題があったら、それとまあ似てんだけどな、昨日は木を描いたんだ。木って木立の坂道のちっちゃい道をこの見上げて、その両側に木があって、天気良かったから、まあ天気いい日を狙ったんだけど、あの道にあのわーっと木のこの光の影が当たったとこと当たんないとこと、こう、それからもちろん木にも日が当たったと緑と当たんない緑があった。まあいつか描いてみたいなと思って、今日ね、それがちょうど天気良さそうだったから、まあ快晴だったんだけど、まあすぐ描いてるとな、やっぱり雲の時と同じ問題が出るんだよ。あの向こう側のまあ円形の道の向こうぐぐっと曲がった向こう側のにある一番奥側にある木立の空と、この手前の大きく張り出した木の空は一緒なんだけども、これを一緒の空間に描かなきゃさ、なんかこう手前との木と手前の空との関係と向こうの木と向こうの空と関係をピラッと一枚の平面にして両方重ね合わせてもならない。なんか空がさ、こう、何、続かないじゃないか。いや、それは、一番奥、坂の奥のところの木の上に空があると。そうすると、簡単ではないんですか。そうすると手前の木の空とが、手前の木の空の間が、ものすごく手前になっちゃうんだよ。俺ね、前ね、それね、実際経験があるんだ。あの、昔書いて、まあ、それが意味もわからず上手くなったけどな。まあ、意味がわかったよ。昔書いててね、まあ、昔は雲、だいたい暗い、書く方を暗く塗って、どんどん明るくする方法でやってたじゃないか。方法としてはな、空をグラデーションをローラーでかけて、その上を、こう、ちょっと暗めの、やつでずっと、まあ、ちょっと調子つけながら塗っていって、最後に明るい、緑とか黄色とか黄緑とかをこう当たった方にどんどん明るくしていく、そういう方法を取ってたじゃん。そうするとな、その最後に木の間の明るいところがさ、これがうまくいかねえんだよ。そこをやるとな、そこの空と向こう側の空が続かねえんだよ。なんかな、なんかうまくいかない。抜くのを後で書くと、抜いたところを後で書くとな、その一番奥の空は、まあ、メインだから、まあ、
うまくいってんだけど、その後で抜いて、抜いたところをもう一回ホワイトを使ってやるとな、なんかおかしいんだよ。まあ、だから最初からもうその抜いたところは最初のあのベタッと塗らないで、最初からまあ点々というか、まあそのバサッとした筆であの書いていくという方法、うん、抜いた空ももともと G になってると思われる空も、うん、木の間曖昧に抜けた空も、うん、同じだと普通は認識では考えるけども、うん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 、見えは違うんだってことはもう前からもう前と見た話でも話してる気がするんだよ。でもその一番向こうにあるからバックをつけて、まあ、簡単な言い方で言うと、うん、バックだと思うから、まあ、まあ先に帰ってその後に物をどんどん手前に乗っけてくればいいっていう、まあ、子供でもそういうふうに考えるけども、見え方は違うんだっていうふうなことは俺はあのよく三門から見外の風景と、トンネルを抜けた外の空とは違うんだと。なんかそういうふうに見えんじゃないか。で、それを絵描きは描くんだっていう、まあ、セザンヌもやってるし、そんな、まあまあ、お前が今日言うから俺、飾りかかって言うわけじゃないか。そんなこと誰だってずっとそう思ってたんじゃないのってことで、だから、まあ、言われて俺は、わかるけども、それはどうするって言われたら俺にはわからんけどな。お前見て書くしかないよ、うん、いや見て書くっていうか、それを意識して書くってことだね。あのそれがな、今言ったような昔のやつはな、ほとんど写真から書いてたから、ほとんど円形のものなんだよな。だからそれは大したことないんだけど、円形に木があって近景にも木があるっていう、そういう状況だとさ、近景の空との関係と遠景の空との関係が、あの、違っていて、なおかつ同一の空っていうか、横から見ると同一の空なんだから、それはずっと続いてなきゃいけないんだよ。それがね、やっぱりスポッと穴が開くんだよ。あの、ピラーっとこう、何？横から見ると、そこがオールオーバーじゃなくて、スコーンとこう抜けちゃうんだよ。あの、穴が。近景の空と遠景の空をうまくこう続けないと。うん、じゃあもう、お前は、うん、俺は、まあ、俺がちょっと昔と思ったことをつなげて、お前は今、現場だからな。うん、それはもう、話の内容的なことは分かるけれども、その、どうするかっていうことは、お前は現場にいるんだし。うん、まあだからそういうこと気づくことが、まず面白いなんだおいおいっていうそうだ、セザンヌがこうやって、セザンヌはそう、俺で いちいちうんとうん、あのうん言ってたんだ、うん言ってたんだ、受験は現場で起きてんだよ、アトリエで起きてんだよ。そうしたのは ディテール、あの人物と、あのセザンヌの人物と同じでな、近景の木を描いているとき、こう空を描くだ、空との関係をこう追っていくだろう。で、円形の空のときはまた円形の空と円形の木を関係を追っていくとさ、まあ何しろピコピコするよ。空間は、なんていうか、大きさもピコピコするんだぞ、お前、ズームアップするからな、目はな。部分、あの、当然空を見ると空の方がぐっと広がって見えるんだよ。それで、近くを見ると、近く、木を見ると木がぐっと広がって見えるし、まあ、ピコ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 するよ。本当に。思うんだけど、カメラはレンズ絞り、ペン決めた絞りでしか撮らないけども、あの、目はパーツで絞りを変えるからさ、動かした時に目の見てるところも、結構そういう風に、まあ、
え方を、まあ、思われる節もあるし、また現代人はそういうふうに絵を描いてるような気がするけどな。いや、現代人は写真が写真の目で裸眼で見てないから、まあ、だから、うん、その写真の人は知らないけども、その名前がよく言うその風景でないような、うん、なんだ、抽象と呼ばれるようなものを描く人たちはそういうことをうまく使ってるような気がするっていうことを、うん、いや、びっくりすんな、お前、あの、月の満月でも何でも、あの、見てみな。もう、それを、今、デジカメですぐ撮れるからな。あの、昔みたいな、デジカメで撮れるんだよ。あの、結構映るよ。もう、大きさがもう全然違う。なんていうかな。大きさを合わせると、もう画角がものすごく狭くなる。あの、望遠で映すわけだから。まあ、円形がもう大きくなるから、普通見てるようにはもう絶対映んないよ。え、こんな小さいのって、見た風景の中で満月を写真写してみな。普通に50ミリぐらいの、あの、普通の写真写してるの。ものすごいちっちゃいんだよ。ほんで、月だけを自分の感じたぐらいの大きさにぐわっとズームアップすると、今度はものすごく画角の狭い、あの、木がちょこっとしか入らないような、そういう写真になっちゃった。もう全然、もう全く違う。もう目は、目のリアリズムは。それでね、今、月刊美術にな、まあ、月刊美術ってまだあんのか？うん、まだあって、ちょうど展覧会の時、ちょっとパラパラっと、画廊に あるからさ、誰も暇な時、パラパラっと見てる。まあ、今、リアリズム、心拍のリアリズムとかなんとかいう題で、リアリズムばっかり特集してんだよ。まあいつもの手だ。抽象の反対はリアリズムだ。それとはもう全員写真でさ、もう全然だ。もう写真のやつはもうほんと芸術の香りがもう全然しねえな。で、そのことを考えてて、俺も一瞬、もう俺もリアリズムだよな。まあ、現場でイゼタって書いてある。で、ある意味じゃゴッホもセザンヌもモネもリアリズムだよ。何も見えないものを書いてある。実在しないものを、天使とかそういうのを書いてねえんだよ。で、俺が、いいキャッチフレーズつけて。裸眼のリアリズム。キャッチコピーなしだから。いや、で、裸眼のリアリズムだろ。そうすると、裸眼のシュールリアリズムはあるんじゃないか。あるいは裸眼の抽象とかさ。裸眼のシュールリアリズムっていうのは、あのシュールリアリズムのある意味じゃ写真的な、例えば印象派の技法で描いたシュールリアリズムっていう。裸眼の抽象。つまり、あの、目の問題のことの、すべてのイズムにこれ使えるぞ。それこそ C 点だよ。C だよ。うん、そういうことだ。うん。そう、俺は裸眼のリアリズムって書く、あの、あれだけども、俺の抽象は裸眼の抽象。まあ、裸眼、抽象じゃちょっとあれだから、裸眼のなんとかってつければ、ちゃんと意味がある。あるいは裸眼のシュールリアリズムだって、ちゃんと意味がある。あの、今度は、今までのシュールリアリズムは俺はものすごくなんか、あの、否定してたけど、目を通したなんかそういうもんだったら当然、まあある意味じゃ、あの、裸眼のシュールリアリズムだよ。あの、なんだよ。そういう、あの、抽象はさ、対象物がないけども、対象物、あの、
見えないものをつまり対象物の実在じゃないものをモチーフにしたまあシュール、まあだからシュールレアリズムじゃないか、シュールレアリズムのあの技法が悪いんだ、技法が写真みたいな、うん、写真みたいな技法しか使わないからシュールが悪いんで、印象派の技法を使った光と空間を使ったシュールレアリズムってはできないのか。絵だからはな、まあ、簡単に言うけど、絵だからそれを思えば、うん、その技術 の習熟度はいろいろあるばらつきがあるかもしれないけど、それできないというね。まあそれはまたおいおい考えるして、裸眼のなんとかっていうのはいいな、なんでもくっつくな、おい。いや、みんな裸眼でやってるから俺にはピンとこない。裸眼で、あのさっきのあのリアリズムの話だけど、裸眼でやってるやつ少ないよ、本当に。もう全部写真、あのリアリズム。まあ今の人たちがそうやって足を惜しんで、手間を惜しんで、まあそれでも風景を描こうなんて思うから、そうなっちゃったんじゃないんだ。いや、風景も人物もな、あの人物が特に多いんだけど。そう写真にっていう。だから岸田流星とかああいうリアリズムに比べてもうスカスカだよ。それはまあ今言ったように、そのもう絵描き自身が気がついてるはずだと思うけど、それでもまあよろしいかと思ってるのかな。写真撮って写真変えたらまたそれを印刷物する。うん、まあそれはまああの街のカメラ屋で撮った写真館で撮った写真になってしまうんじゃないのかっていう。うん、それよりもなんかおじるな、あの写真のプロでそのデビッド・ハミルトンみたいなやつの写真の方がよっぽど良くてさ、絵画的でさなんか普通自分のカメラで撮るわけだろ、それでやるもんだからもうひどいもんだね。もうね、写真で特に人物撮るとな、なんでああいう人間の肌がこうなんか透明のなんかあんなようななっちゃうんだろうかと思うようなあの人物になるな。あのなんかふっくらしたあの本当にあの触ってみたいっていうのは、なんでああいうふうにならないのかな、あの写真で、写真で絵を描くとさ。もう写真でばっかりしか見たことないから、写った写真の肌色をやろうとするからさ。ほんで、そういう裸眼でやったそのドガみたいなあれがない、あのそういうそのつまり写真の方が一部でこう補正に行く、裸眼で補正していくっていうあのあれを積んでないと、もう写真に行っちゃうんだもん。そうするとさ、ものすごく変な肌色だよ、なんか知らんけど写真の肌だから。いや当然写真家はお前あれだろ、突っ込まれた言うの、だって写真なの。そう言うんだよ、あれきっとこっちの方が正しいって言って、この場所映ってるもんって言って。当然お前そのためにあのそういう
か篠山紀信なんかいろんなライティングしたりレフ使ったりいろんなことして、そうやってよりそのこう視覚を高めるんだけど、普通のカメラでも何もしないでバチャッと撮ったやつはお前絵にするんだもん。もうひどいもんだ。写真が歪んだんじゃなくて絵が歪んで、うん、っていうか写真はもっともっと写真は歪むんだけどさ、うん、レンズの焦点距離によって歪むの、うん、そうそんなまま描くから、うん、写真は手ぶたで、まあ、手ぶたっていうか、うん、普通サイズで撮ればちっちゃいのもんだけど、うん、あれも15にも20にもいったら歪みはものすごく大きくなって、うん、ああおかしいとかって、でも本人はまあ気がつくだろうけども面倒せんだよね、うん、そうしやらないってそれはそういうふうにしないのは、まあ、同じ写真を撮るにしても、いや、必ずこれ、ものすごいでかくなるはずだと思っても、あんまり、そういう、歪みは見せてなかったけど、うん、それでも、ほんまにはおかしいって言ってるのは、ちょっとツッコミでしたけどな。うんうんうん、あんな広大なリンゴ園を描くのに、手前のリンゴと向こうのリンゴと、もちろんそれはそれなりに描くけど、カメラに撮ったらね、あんな広大な遠近のある尺のある写真撮ったら手前のリンゴがレンズを塞いでしまうぐらいにならなきゃ撮れないのに、手前はちゃんと見た目のリンゴの大きさに変えて、あ、これはだいぶ修正してんだなと。いや、あれは当然2枚のリンゴを使うんだ。そうだろ、うん、手前のリンゴは手前のリンゴで、あれよくあの YS が使ってるよ、あの長靴の、うん、で草が踏まれてるやつなんかはさ、ああいう四角だとさ水平線は出ないんだけど、そういう自然な目玉っていうのが、うん、そういうふうに描こうと思ったら何らかの工夫を取らないと、うん、そういうふうにすぐあおかしいっていう見られるっていう話になりました、うんうん、でもそういうねカメラをいくら写真をそうやってやったら逆にな、あ、それが写真を使ってると思われちゃうんだよ。もうこんなのそんなの実際の目で出会ったこともない視覚をやるわけだから、例えば空を見上げた月とかさ、足元を描くとかさ、これはイーゼル絵画じゃありえないんだよ。イーゼル絵画っていうのは世界を横に見るわけだからさ、どうもああいうのを見ると俺は苦しいよ。なんかこう見上げた写真にはすぐ撮れるよ、パチャッと。でもこれイーゼル描くのはできないよ、お前。見上げてどうやってイーゼル描くんだ。こんな繰り上げてさ。話分かった。うん、世界は横に見てるな、認識してるな、人間はな、イーゼル絵画じゃなくったって。だからな、顕微鏡写真だ、顕微鏡写真の絵にすると、お前、抽象になるし、見上げたり見下げたりすると、なんか絵がね、なんか見にくいよ。あの壁にかけてもね、その視覚が、ものすごくなんか見にくいな。やっぱり人間のナチュラルなこの世界観にこうスポッとこう入ってこないとさ、特に壁にかけたりこう、まあなんか本読むみたいに見ると大した、そんなにあれしたけどもな、画集を本を読むみたいに画集を見てるときはあんまり感じないけど、それを壁にかけるとなんかものすごく見にくいな。どうも人間の普通のナチュラルな世界観にこう定着するんだね。それで考えてみ、お前が言うさ、うん、インゼル絵画からのツッコミだな、うん、で今お前がそれを言うまでは YS の足元の地面からずっと休養を抜けて、うんうん、うん、壁にかかったときはきっと視点が二つに分かれるなと、うんうん、それをおかしいと指摘する人はあんまりいないなと、うん
だろうって今、うん、俺もあの、まあ、写真で見たわけだけど、うん、本物も見たかもしれんけど、うん、気がつかなかったけど、うん、ただそうやってあこれはおかしいって言ってそうやって指摘するまあお前はイーゼル会話をやったから、うん、やってるからそういうふうに指摘するんで、いやあのそれとな壁にかけるとね、なんかね、あの、なんかこう、なんていうの、違和感が、なんか、そこだけな、見苦しいというかな、なんか、なんだかこう、風景にこう、スッと入っていく、あの、室内の、まあ、装飾というか、ちょうどお前、天井画をな横にかけるようなもんだよ、レンブラントじゃなくてあれなんだ、ミケランジェロの天井画は天井にあるように描いてんだからさ、あれをお前横にお前あの四角をお前まあ意味分かってる、壁にかけてみんな変だよ、なんかちょっとでもそういう風にツッコミは今まで誰もって決まり、自分で突っ込まなきゃいけないんだろうけど、気がつかなかったね。まあ、YS 見ても気がつかなかったし。俺は岬描くとき、あんまり高いとこから見ると、なんかどうも飾ったときおかしいなと思ってたんだよ。やっぱりこう、そこそこの、まあ、現実にある、つまりヘリコプターで見たりさ、なんかそういう特殊な視点で、まあ、想像すれば俺は描けるよ。どんどん高く水平線を上げていって、またそういうのも描いてるけども。でもやっぱりこの地面の高い地面の普通のとこからこう見下してるっていうぐらいの視点じゃないとな。あまりにもお前、飛行機から見た風景なんていうのはやっぱりな、壁に描けるとおかしいんだよ、なんか。ああ誰だって空撮は誰も空撮には文句言わない、絵だって文句言わないんじゃないよ、この人は気球に乗って絵描いたんだなと思って、気球に乗って絵を描くと絵を下に置くといいけどな、そのだからこっちの方が、うん、あのいいそっちがなんだか、うん、あの、うん、ボス側だよって言ってイチャモンつけちゃいけないとか思ってさ先生は空中から描いてるんですかって言ってやれじゃねえかよって。だから空中に描いてる絵は、描ける場所を見上げたやつは天井に描けなきゃダメなんだ。うん、だから天井までいいはもうすぐわかるけども、うんうん、壁に描けた時はもう、甘がされててもあんまり突っ込まないなと俺は思だから人間は頭の上から描いちゃダメなんだそんな特殊な視点はさほとんどないっていうのはそれはハゲもいたからな人物の視点怒るから人物の視点移動もさ全部横の視点移動だろピカソは1回だ1点だけあるよ、あの縦の視点移動してるやつでも、それをジャスパーが使ってるな。あの、変な顔のやつがあるだろ。ジャスパーが。ピカソから撮ったんじゃないかろうかっていうの。あれ、ピカソにあるもん。あの、像はな。なんか目ん玉が変なとこにつく。あれは上から見た像。うん。目ん玉こっちやつか。あれは上から見た像だな。あの、頭をな。上から見た像と、どっちから見た像かは、こう、組み合わさってる。1点だけ書いてピカソはすぐやめちゃって。で、裸眼のリアリズムを提唱すればお前、モネもお前、セザンヌも、鞘師武もみんな裸眼のリアリズムだよ。一生懸命戦った彼の、
それぞれの作家の裸眼の実在に向かう心拍のリアリズムじゃねえか。いや、その当時は絵描きは当然見て、その、まあ、リアルって言葉は、この際使いたくないけど、見て、本当に描きたいというのが画家の出発点だったわけだから、その分、ね、機会がいっぱいできてきて、そんなこと言う、今そういうのしまって言うけど、絵描きで、ここはいい加減に描いときますとか言うやしないだろ。絵描きの苦労はいっぺんに済ませるようになりましたから。本当な。本当な。俺自身の反省点でもあるよ。結構そうやって取材にはあれしたけども、まあチャカ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 写真撮ってさ、そんなもんで済ますってもったいないことしたな。まあ、ああいう風景もう一回自分の気に入った風景イーゼル立ってみたいなとは思うけどな。まだまあできるだけそうするけど、岬とかさ、一回もう一回岬やってみたいや、崖とかな。それとな、そういう軽便にやってたっていうか、まあ自分にもまあ反省だよな。まあそのタンペラマンのなさというか、情けないっていうかさ。それはイーゼル絵画だよ。ちゃんと描いてんだろうと、モチーフから。ただしな、まあモチーフがチープなんだよ。チープってどういうこと？安いって何？モチーフにな、モネみたいに金も時間も注ぎ込んでないんだよ。なんかちょこっとそこら辺のもんで、いくらやったってな、上野公園の風景週間にね、上野公園で風景を探したってな、やっぱり溢れる圧倒的な風景をやっぱりの前に立たないとさ、卓上にな、フランスのワインの瓶とかさ、なんかチープなんだよ。反省します。いや、もうちょっとなんか、お前、それこそお前、バラの花でも買ってこいよ、バサッと、真っ赤な。うん、そら、現代人には、ものすごく耳が痛い、痛いことです。現代っていうか、まあ、ちょっと前までは花買って、花買ってきてはね、俺らの子供の頃はまだ、今も持ってくるかもしれないけど、なんかそういう、絵を描こうっていうモチーフに対するそういうお前が言うチープだよ。もうまずい、ものすごいまずいよな。ドライフラワーじゃないけど、香港フラワー買ってきてやったりさ。いや、まあ、その意味は、最近だって逸話で知ったじゃないか。モネってすごいんだって、あの言葉じゃないよ。あいつはさ、麦わら王の買って、まあ、2までつけてたんだって言ってさ。で、風景描くったって、やっぱり、そう、まあ、まあ、上野公園で風景週間してたんじゃダメだ。いや、昔の人はみんな、
お前、リクソって言ってたよ。そうそうそう。学校の話って、そこへら書いてこいって言うなと。だからね、今思ったらそういうことだよ。あいつら、なんであの暴風のあの、関東地方だからね、しか行けなかったのかどうかじゃなくて、もう、まあ、顎足使って、電車も通らないところを、まあ、延々歩いたりして、まあ、どう、絶対もこいつも行ってんな。なんだかやっぱ、本当に、時間も手間も、金ももう本当にチープだな。チープだったよ。俺反省するよ。俺はタンペラマンが少しはあるけども、もう、それでも情けない、なんか。いやあいつら本当すごい。俺尊敬するよ、そういうことを考えたら。その、風景、昨日か一昨日か、昨日書いてる時もさ、まあ素晴らしかったんだよ。気候もな、涼しくて、湿度もなくて。まあ素晴らしかったんだけど、ヤブカが出たんだよ。書いてる時に。いやいやいや、お前なんか言ったらね、虫持ってくるぞって脅かしてると思ってた。5匹以来潰したけどさ、いかんいかん、こんなもんで負けてなるものかと。書いたかったけどさ。まあ、やるところ、敵なしと思って、おしゃべりしてる時に、虫持ってくるぞとか言って。まあすごいね。まあそんなにヨーロッパのそういうあれ人たちもそうだけど、林武史とかあの時代の人もすごいね。うん、そういうお前に言われて気がつけや、それもチープじゃないっていう。チープじゃない。ああでもないって、そのなんちかそういうものに糸目つけてないっていうね。うん、特にそっちの方ね。時間も労力も。うん。うん、そうだよね、全部今お前が言う、俺が知ってんな、その、暴走に行きたい限りを思い出、ほとんど暴走行ってるもんな、あの若い連中が。大変だったろうなとは思って、まあ、当時知ってて、まあ、電車も通ってないようなとこよく行っちゃうなって。いいとこがかかついてさ、大変だぞ、お前。幸はあれが半次郎が話したんだ。話したえらく気に入ったらしい。その話に あんな風景はもちろんないわけでさ、あんなことあるわけないんだけど、まあ半次郎の話からバーッと頭の中に浮かんだんだろう。うん、そう、まあそう言ったっていうのがことは、半次郎がまあ、いや、そこの、場所もあるんだよ。その。だから、半次郎が見た、それに近いような情景っていうのが、もし仮にあったとしても、その、時間的に合わないだろうっていうようなこともちょっと書いちゃったけどね。だから、俺は見てきたことを、青木に話した青木がえらく興奮したっていうのと。坂本半次郎がそれに近いようなことは見たんじゃない、話してるわけだから、なんとかの浜ってあって、水揚げするとこな。
でも裸のでああいう森の形とかああいうのはかなりだから、うん、だからそれはちょっと漫画っぽいところもあるけど、うんうんうん、ちょっと違う実際、うん、あるわけじゃないからな、ね、サメが上がってなんとかかんとかっていうことだったんだろうきっと大きいサメが上がってそのサメだから危険だからなあれ死んでてもね口の中におどけて誰か撮影中に手入れてあのおどけてカメラにこうなんかしてたらなんかパクッとこうなんかあれなんだかあの顎の関節がさなんか自然にこうなんかなるみたいでさあれ怖いんだよほんでものすごく切れちゃってさだから当然サメが上がったりしてもそんなああやって何森かなんかでこう引っ掛けてなんかするんだろうからそんな様子をきっと話したんだろうなそれをさ青木茂がうわあこうなんだロマンチックなそういう神話的なあれにした仕立てあげたんだ絵をなそんな穴砂浜であげやしないだろきっと水揚げだからその絵自体はまあその、うん、ねそういう条件があったとしても、うん、あったとしてもとてもそんなもん写真でも撮らない限りは、うん、こういう姿で描けるわけない砂浜じゃなくて漁港で見たんだろ漁港のまあそれをああやって描いたんだろうなうちに忘れないうちにメモ代わりに話しとかないとさ。あ、脳みそにメモだ。裸眼のなんとかかんとかってのは。裸眼のリアリズム。裸眼のリアリズムは当たり前だったんだけどな、もう裸眼のリアリズムはもうどこにもないんだもん。どこにもないけど、それで済んでんだな。リアリズムって言うと、もう、裸眼に決まってたの、昔はさ。誰がお前、絵描きがお前、とか言うぞ、お前。裸眼のなんてつけたら、今違うのって言って。そう言うさ、お前。お前言われんじゃねえかよ、つったら。今までは、義眼だったんですかとか言われてさ。ああ、そうだよ。今までっていうか、今のやつはもう、カメラの目か、人の絵の、まあ、セザンヌの目か、そういう、つまり、自分の裸眼ではない、こう、誰かの、あるいは何かの、自分以外の、自分以外の目だよ。何かがあってっていうのを、その対象が手を打つのも見て、それを記録に残すっていう意味だったら、うん、相当、ああ、来ちゃうね、みんな。うん、目使ってないよね、自分で。ああ、目使ってないんだ、だから。鍛えてないそれで。鍛えてもないから。だから、あの写真の、あれして、何の、写真使って書いて何の疑問も感じないんだろう疑問感じるだろうなおかしいなおかしいなってこんななんでこんなこんな肌なんだろうって言って思わねえのかな俺の過去女はつまんねえ女だなって言って大反省をしてやろうとするけど、うん、そんなことだったのかって言うのよ、うん、そう
と思ったら俺やめちゃうよ。お時間がないのにお前。そりゃお前、そんなこと言うな、お前、キャンペラマンがないよ、お前。いやいや、もう、時間がたっぷりだって、今が18区だったりすれば、ちょっとやらなくちゃって思うけども。しかしな、俺、お前に、それは、お前を決して、そういうふうに、励ますつもりで言うんじゃないけど、お前はな、やっぱり裸眼じゃないんだ。お前の目でね、なんか、書けば相当でき、もう、すごくいいんだよ。ところがな、なんかな、裸眼じゃないんだな、やっぱりな。いや、こんなことやったら、なんか、まずいかな、とかさ、つまり、自分のオファーが多いんだ。本当になんか裸眼で、昔のようにっていうかさ、昔だってまあだから相当芸大の受験とかいろいろ裸眼じゃないんだけども、それだけの目を持ってんだからな、なんか素直に書くだけで俺は相当いいのができると思うけどな。時間がないっていうのは、それは多分違う目のことを言ってんだろうと思うな。で、時間がないっていうのは、だからもう、まあ、なんだって鍛えなくちゃなんないって、ちょっとお前が言ってんじゃない、やっぱり。いや、鍛えな、なりました、うん、鍛えなきゃいけないのは、鍛えてんだよ、俺たちは。ところが、その、人の絵とかな、例えば、セザンヌとか、ジャスパーとか、人の、そういう目で見ちゃうんだよ。自分の絵を。裸眼じゃなくて。俺ね、自分で、なんか、そういうのはちょっとあれだけど、ああ、俺もそんな賢ぶらなくて、俺が感じて素直に書いて、なんとかすらちょうど坂本半次郎やモランディの絵みたいにさ、あれは分かりにくいじゃないか、あの良さっていうのは。あ、多分俺たちの未合者になって、あらすごいなって思うんでさ、未合者じゃないやつから見たらさ、あれ何がいいのか分かんないと思うよ。なんかこれが、なんでこんなに、すごいのっていう。うん、それはもう一生懸命書いてあるね、リアリズムで。うん。まあ、リアリズムっては、もし、まあ、子供の時、シャンダンがすごいなと思った、うん、それと合わせて、同じような目で、モランディなんか見せるように、うん。だから、なんか、俺は、もし、結構できてんじゃないかと思うね。今の状態で素直にそういうなんかものを描写、今の問題で素直に、つまり、似せようとか、リンゴなら、こう、なんかしようとか、モネみたいに描こうとか、何にも思わないでな。で、それでチープじゃない、自分がわーっていうやつを、例えば、お前が女だったら女を本当にいいモデルを見つけて、何もそんな、なんかエロスを出すのなんかそんなこと考える必要ないんだよ。ただただそれを、素直にっていうか、お前の目に素直にな。つまり、そっくり描けとかさ、そういうのも一つの裸眼じゃないわけだからさ。全部そういうオファーを抜いて、ただ描く喜びで。うん、その通りだけど。うん。そうすれば俺はできると思うよ。でも僕そうなんだもん。え？いやまあチップだって、みんなそういうことはチップだっていうのはああなるほどと思って聞いたよ。俺もああそうだなと、そのチップの意味もいろいろあるけどな、金銭的なことなのか、まあ他にもある。まあもうちょっとなんていうのかな、チップだよ。なんか手軽になんとかやってしまうっていうね。もしそうだったら、そういうふうに思えば、お前、
なんとかお前モデル探すとかさ、自分でそれこそそういう状態もあったわけだろ。で今だって金をだろ、頼んでみなよお前、そのお姉ちゃんなってくれるとちょっと1ヶ月ぐらい来てくれとか言って、最後の勝負するから。ただそういうことをだから本当にイカキがやらなくなったな。なんかモチーフを探したりさ、なんかまあ金も時間もそういう本当になんか手軽に済まそうとする。手間暇を惜しみすぎるな。ちょこちょこっとなんかやろうとする。ああやって全身でなんか全人生をなんかなんか投入するというかかけるというか、それこそお前日曜の空いた時間に書こうと思ってるんだから。家族と自分のあれをやってから。いやもう、これ世の中とのこと知らないけども、なんとなくそれが当たってるような気がするね。みんなそんな。いかにもそうなんだ。だから、何はさておき、絵があって何かがあるではないんだっていうような人が、もうほとんどそういう人があるとしてなかったので、もう延々やれば、まあ今でもやってんのかもしれないけども。可能じゃないっていうよりもお前みんなお前そっちにあそっちのハードルを超えられないんだ。超えられないっていうかもう最初からそうかもしれんな。俺だから学生時代のことを思ってるみんながそのみんななんか違う動きするじゃない。もうなんか違う風にかもうつまり芸術って芸術家になるっていうことをなんかいや絵描きになるとかっていうのをなんか職業の一種みたいに美術が芸術たりえたのはほんのほあの印象派の一時でさ、視覚が独立していったのはそれ以前は当然職業絵描きだよ。まあ何らかの意味を持って肖像画がうまいとか歴史画がうまいとか宗教画がうまいとかあるいは工房でなんかそういう装飾をやるとかって。だからそれが一時つまりイーゼル絵画っていう目が独立していって目の認識のところをもうそこを
抜きにしてはもう技術はないってことじゃないの？もう技術がないっていう、まあでも期間がものすごく短いね。うん。ほんで学年に入ってからなんで、ほんのそれでもう年目ですかね。すぐにこう痩せ細っていったじゃないか。目から離れると。なんかそのコンセプトだの、なんだのかんだの行くと、ちょうど音楽と同じだよ。まあそうやって歴史を見れば、本当にその当時に、まあ、お前が好きなその印象派の類いのところの一国30年ぐらいしかない。まあ30年経ったらもう、お前がちょっと言ってたシュルレアリズムの話も出てくるし、もうそれであっちこっちに分散していって、まあ、第二次大戦の、まあ、後はもうブワーッとなっちゃって、まあ今に至ってるわけだけどね。どこにも本家筋がないっていうのかな。本流の筋っていうのは、ね。どこにも目を楽しませる。目がおい、わあ、おいしいっていうものがないって。つまり、他のスケールのことばっかりやるんだろう。まあ多分あのものすごくあれだろうな、あの特に物を言う人は戸惑うだろうな、書く人とか、まあ、評論する人は俺がこのイーゼル絵画っていうのを今度言い始めて自分がそういう作品を出していくと当然ちゃんとそういう風潮がありつけるだんだん気づいて確信に近くなってきたけど、まだお前ウォーホルなんかがあのとそういうファインアートの、 あの違いが分かんなかった時はさ、ああいうふうにボンボンかっこいいことやられたり、あの YS みたいなものの、いいとこも悪いとこも分かんなかったらさ、どうしても、まあそっちに行っちゃうわな。ちゃんとこう、理由が、あの分かってくれば、そういう、今、そういう、イーゼル絵画ってちゃんと言えるけど、昔は分かんない、まだ分かったのが遅いかな。つい最近だもん、伊豆に行ってからだもん自分が体験してさあ、これでそうは言って、例えば俺の絵に例えば林武史が来てさ、君ちゃんと見て描かなきゃダメだよとか言われてもさ、多分あの頃の俺だったら、はいはいとか言ってさもう古い人は困るとか言ってさ、多分あのいや、そんな時代じゃないですよとか言ってるだろうな。やっぱり何事も分からないってことが一番あれだよ。分かれば、分かったところで遅いんだけどということじゃなくて、もうすぐだから分かったらすぐやんなきゃ。
まあ現に今はもう行くたんびに現在進行形だもんな、絵のあれが。今も迷うんだよ、今ちょうどな。1日目描き始めるだろ？描き始めるのも今大体決まってきたね、あの絵はな、あの、オレオリンと、オレオリンと緑はサップグリーンと B じゃんな。それからもちろんチタニウムホワイトを使って、ブルーは、セルリアンとホワイトが空で、こっちの地面の方の影のところは、コバルトとウルトラマリン。まあ大体それで全部絵描いていくんだけど。それだけまあ整理して、どんな風景も大体それでやっていくんだけど。そうするとな、1日目3時間で2枚描くんだよ。大体そこの同じ場所で、角度変えたり、画面を縦位置にしたり、横位置にしたりするか、まあまあ、一つの場所で2枚、3時間で2枚仕入れられる。当然3時間で2枚だからもう、全然、あっという間の、ざーっとこう、まあ、チャラ書きだな。子供で言え、昔の子供で、チャラ書き。ところがな、そのチャラ書きが、ものすごくもう悩むんだよ。これでこっちの方向行くか、あっちの方向行くかっていうのがさ、それを家に持って帰って、そっから、仕上げていくんだけど。悩ましい。両方向があるんだよ。素直に、緑とか、ものとかをずっと素直に追っていく方向と、ちょっとかっこいい方向も、なるのも分かってる方向もあってさ、悩ましいんだけども、まあまあもう、それは、自分のオファーをやめて、もう素直に書こうと。素直に書いて、いや、もっとさ、もっとこう、なんだ、もっとものすごくこう、うわーって嫌な絵の方向があんだよ。こう、ほら、げ、げ。いや、そういう、まあ、それは満たしてると思うよ、普通のやつ。そうじゃなくて、絵描きをうならせるやつよ。うわ、うめえな、こいつっていうやつ。いや、そっちの方向はやっぱり、この間言ったじゃないか。すぐ見破られちゃう。いや、本人、やっぱりプロが見て、うわ、こいつ見えなっていうのは、やってんなっていうのは、それこそやっぱプロ見よりにつけるような気がするけどな。そうか。それはだから、もうちょっと、それは芸大生ぐらいのやつはうならされるけど、少なくとも今の、ね、変なデッサンだなと思ってさ、なんでバッグ描かないの？油絵でバッグ描かないような絵あんのかなと思ってさ、
ああ、何をデッサンしてんだろうっていうかさ、何見てんだろう。いや、やばい、でも、当時はそんなこと言ってなかったよ。俺ら聞いたことないもん。俺が?お前はデッサンについて、なんでバックつけないのって聞くようになったのは、卒業してからじゃないのかな。俺、バックはずっと、まあ、まだつけてんの、うん、ってから、うん、いやいや、まあまあ、つけない人が多かったのに、お前なんでバックつけないのって言ったとかって、俺は学生の時に。いや、バックをつけるかつけないかの論争は、何度か俺は知った、俺は、じゃあ俺じゃない人とお前やってるよ。いや、振ったことある。なんでバックつけないのって言ったら、お前は同じだって言った。バック、俺だってこの空間のことは、こっちとこっちと、みんな見てやってんだよ、と。でも、今でもそう思ってるか、俺もう答えるしかないな。今何の石膏像描くとき、石膏像だけを見ちゃいないと。まあ、そう、今のそう思ってるし、お前がこの頃使う言葉もあるけど、まあ、それがピタッと来ないから今は使わないけども、全部見てるよ、周り。神の神っていうのか、そういう木炭師の要するにまで見てるんだけども。でも、つけてもつけなくても同じことだっていうふうに思ってる。だから、つけてもつけないのかって言われたら、つけたって書くよっていう気持ちもあるわけだし。いやー、なんか、ちょっと納得いかんな、それは。その当時、そう言われて、まあ、結局、そこを最後までつかなかったけども、つけなかったけども、未だに絶対バックつけるべきだと、俺は思って。バックをつけて白くなる分にはいいよ。消したりして。それはセザンヌ先生、他の子はなんでバックつけるのって誰も言わなかったじゃないの。それは当然だもん。当然だから俺はつけた。なんで俺は不思議だからバックつけないのが不思議だから言ってるんで、なんでバックつけないのって。それでバックつけるんならバックつけなくてもいいよ。セザンヌだってバックつけないのがあるけど、セザンヌは輪郭線のとこだけ書いてるよ。こっちとこっちを別個に書いてない、別個に見てない。だから、それはそういうことだよ。だから、バックつけてないけども、バックつけてないとこも見てるっていうことは今でも俺は言える。でもバック、石膏像の中はいっぱい書いてんじゃないか。その時も見てんだよ。なんだか知らんけど、石膏像だけはこう、ひたすら書いてるってわけじゃない。それはもうずっと、いつからか論争になるけど、そんなことありえない。じゃあ、いや、俺はそこがもう根本的な、いつも問題にするけども、あんなのつけてそれでよかったんだからそれでいいんじゃないの。つけない人のことまでなんか言うことは俺はないような気がするな。つけてなかったやつらがああしまったってことは思ってないもん、ずっと。まあ思ってないからあれだろ。いやいや、もう失敗して、失敗したらそういうことだ、お前つけたんだから失敗なかったと、それはお前の大正解なんだから。油絵でなんかそんなことばっかりやるのかな、人物ばっかり。それとちょっと違うかな。いや、違わないよ。人物ばっかりやってばっ。いやいや、あんまりやっぱりこの話、何例しても同じことになるから。人物ばっかり書いて、バックは別個に書いてんだよ、みんな。バックと。そういう絵が多いよ。他に、ね、誰がそれ、多分そうだね。あのアトリエでね、学校のアトリエで、人物がいるアトリエで、モデルと一緒に、周りの情景も書くっていう人は誰もいなかったね。俺もそう。マチスの、ヌードは向こうの書いてるよ。それから、あれも書いてるよ。でも僕
も見えるからと言って、たまにはね、絵を作る上に必要な時にはドアを変えたりね、ドアの模様を変えたり、その壁の横線を変えたりは入れるけども、いや、入れたとしてもそれを実際の情景として扱うってことはほとんどしなかったね。大体人物だってそんなにデッサンを描くような人物を描かなかったもんな。なんとなく絵になるようにっていうふうに、まあそれが正しいかどうかは別だけど、そういうふうに絵を描いてたって。真っ白で出したことはないよ、俺らも。うん。で、せっかくデッサンはバッグ何もつけないけどって言って、油屋の絵を、真っ白、人物の。じゃあデッサンは何やってんの？それでなんで真っ白なの？真っ白でも絵になるっていうことで。じゃあ油絵はなんで、じゃあ、真っ白にしないの？油絵やるときそうそう、またちょっと違うんだよ。だから油絵やるときとデッサンと違うの？多分違うね。油絵やるときにはもう、油絵の白い字っていうところの意味じゃないもんね。キャンバスでもいいんだろうけども、キャンバスの字でも。でもやっぱり、なんとか全部を、まあ、いわゆる全部を覆い尽くしてるタブローにしようっていうふうに、ある意味じゃ作品に。矛盾だね。矛盾というより、多分デッサンっていうのは石膏デッサンでも何でも、受験のためにやってるっていうことじゃないの？だからばったりやめちゃうじゃないですか。ばったりやめるわな。ほんで、デッサンするってことはもうなくなるわ。石膏デッサンが終わっちゃうと。なんだか変だな。いやいや、これは今日初めてするお前との話じゃないな。ずーっと。なんか変だな。変だな、みんな変だなと俺は思ってた。お前は変だと思って、もしは俺たちが変だったんだら、そう、俺たちの負けだと。まあそれはしかし描写っていうか、俺はずっと描写とか再現っていうか、それをずっと延々と、まあ絵の大事なもんだとして、まあ具象だな、それをずっと対象物があるものをずっとやってきたっていう、それはそこのところがをつくからそういう矛盾があるんで、対象物なくても構わないやって言うんだったら、それは別に、なんてことはないよな、矛盾でもなんでも。でも対象物があって、なんかデッサンするっていう意図が、まあ、つまり、そういうものを自分がしてるという意図があるなら、それが おかしいことだなっていうことを言ってる。お前もずっとお前30年かかわらずそうやって言うけど、俺は。それだし、その後の、なんだ、その後の道行きも、まともじゃないっていう。まともじゃない。俺は、ちょっと、違うということをずっと。いや、もうそれはもうそれでいいと思う。と言って、どうにも直しようがないんだもん、だって。いや、お前みたいに、お前はいず行って、とかっていうようなことで、やっぱりな、せっこでさんは、バックつけなくちゃなっていうふうに。その当時は思わないで言ってるけど、それを、やっぱり、つけた方がいいなってことも思わないの、今。つけた方がいいなっていうふうに、よっぽどシチュエーションが良ければ。お前を教えるときに、やっぱり、その、若いや、受験生が、先生、バッグはつけるんですか、つけないんですかって。いや、さあ、もう両方言うね。どっちでもいいって言って。
まあさ、現実に両方書けるわけだから、あるわけだし、書けるっていうのかな、両方表現ができるわけだから、どっちっていうふうに決めると、俺らもう、まあ、思うね、そうやって俺たち、俺たちのやってた時代の連中はそういうだろう。ああ、それは、絵を作ると。間違って現在に引き続いて、現在の。まあそう、そういうことだよ。そう、そういう、そう。うん、試しない。うん、しっこない。俺もしない。うん。ラランで見ればできる。自分の絵、自分がかっこよいいような、かっこ悪いなっていうような、そういうか見方を全部、つまり自分のオファーをなくすれば、俺はもう、今までやってきたんだ、もうできないわけない。で、むしろ俺の中にもそういう自分のオファーっていうのはチラチラ顔を出す、けども、まあ、それはもう、なるべく、そっちの方向は見ない。自然に出ればもう、もちろん。うん、まあまあ、俺が言ったことの、その、お前の答えみたいだけど、の、チラチラ出るのをなんで抑え込むのって言ったら、まあ、外じゃなくて、ちょっと。だから、こういうふうにやってて、自然に、何年か後に出れば、そういう方向に、絵が少しずつ、こう、動いていけば、まあ、それはそれでいいし、変わらなきゃ変わらないで、まあ、平凡だねって言われるは平凡だねで、まあ、そういうやっていくしかない。で、そういう。で、ちょっとこの前までみんなそうやって描いてたわけだから、坂本半次郎なんてついこんなもので生きてたっていうぐらいに、それであえて死ぬまであえて目の前に置いて描いてたわけだし。まあ、坂本半次郎みたいな絵は俺が一番対極の絵だからな。俺はすぐにかっこよく、なんていうのかな。かっこいいとこ見せたがる。あれだから、まあ、自分の中のそういうところを、少し、貯めていこうと。もしそっちの方がこう言ったら、まあ、ある意味じゃ大成しないな。あいつは、けたくりとか、あんなことばっかりやってるっつって。やっぱり、突き押しで、自力をつけるしかないな、この年になっても。うん、まあそう、まあ、お前がそうやって基本、まあ、単の基本のことをやって、そうやって言って、それが、基本があるっていうなら、そういうことだろう。でも、途中でね、プロレスごっこやったりなんかした人はもう、なかなか、元の相撲取りにはなかなか慣れてないよ。俺らがもう、突き押しばっかしやってきたわけじゃないから、もう、とってもじゃないけど。まあ、それはいいことじゃないの？今、相撲やりますとか言っても、しかも相撲なんだっけや、鉄砲もやらないってやつばっかりなんだろ。で、そのことがとても大事なんだと。誰も指導するし、指導者もいないんだ。いや、もう実言うともそれは漫画家の俺たちで言っても基本的なその、四股とか鉄砲とかっていうのはものすごく大事なことだっていう。いや、逮捕が不幸は気のことで、そのインタビュアーでそうやって自分は努力したから今があるんですとかって、まあ、基本的には何も手がってないんだっていうようなことを、まあ、その通りだ。それを芸術とか絵画とかってに当てはめればそういうことだし、誰もそんなことに。今はもう一回石膏デッサンが復活するとさ、携帯で写真撮ってさ。
あの、消えない、で、拡大してさ、ほんで、プロジェクターで拡大して、ずっと線引いてさ、これが一番いい方法だなんてやるんじゃないの。ちょっと、セットアップじゃない、セットを置いて、あんな40人も50人もいっぺんなとこに入れて、条件のいいやつも悪いやつもいるじゃん。そしたら、照明が合う、一定の照明でバッと撮って、その写真、その立ち位置のところで写真撮って、受験者に渡す。みんなこれ参考にしてねって、みんな条件は悪い人もいい人もいるから、と思って。ああ、それは結局そういう、結局そういう、あの、裸眼で見るって意味を、あの、そうやってその絵作りっていうことに、そういう意味に、あの、取ったら、もうどんなことでもやっちゃうよ。今お前ヌードモデルが来ても写真撮るらしいぞ。それは佐藤さんだって、あのミスさんだって、あのそうやってやってるんだから、あのまあ最初のあのデッサンだのクロッキーだのっていうのはそうやって見て描くだろうけど、自分の絵作り、例えば卒業制作で、まあ今卒業制作でも人物のあの課題があるかどうかわかんないけど、人物やるっていうとヌードモデル写真撮るらしいよ。もう全然そうだから、そういうイーゼル絵画の意味っていうのはもう全然なくなってる。具象でも、そういうものがありながら我々みたいなのがいるっていうんだったら、もうすぐそれは当然、あのビニホン見たりポルノ見たりいろいろしてやるんだから、あのむしろお前ヌードでモデルやって絵を描く方が難しいだろう。そういう人たちにとってはミスさんがヨーロッパ行ってあのデッサンしてたけど苦労してたもん。あのデッサンをしないと、あのデッサンを見せないとまずいじゃないか。写真っていうのをおっぴらに、写真使ってるっていうのをおっぴらにできないからさ。なんかあのデッサンもおかしかったわ。うん。だから、後付けのデッサンなんだよ。写真使ってるやつはさ、写真使ってるってこと言えないからさ。物にはさっぱりかもしれないけど、なんだか知らないけど、漫画家の写真の、なんかそのデッサンみたいなのを書いてるなと思って。そうなってみた、今思い出して、なんかヨーロッパって、なんかヨーロッパ女の子が目の帰ってる場所に行ってる子なんだろう。そう。まあ、学生時代じゃないよ。ずっと後の。今、独立に出してるよね。今、現在書いてる。まあ、現在も知らない。ところがな、ヨーロッパに海外研修でなんか、行った時にデッサン書くんだな。あんなデッサン、実物見たらあんなデッサンなりっこないんだけど、ワイエスみたいなデッサンで、写真使うやつは後からデッサンするからな。でもなんかその申し訳のためか。そうそう、申し訳のためにアリバイ作りか。アリバイ、そうほんでこのデッサンを撮ってそれから絵描いてますっていう、そういう大っぴらに写真を見てますって言えないから。もうね、写真を見出すともう本当のデッサンができなくなるんだもん。写真を
ノードモデルが来たら、ノードモデルを写真に撮ってからでさ、あの、絵描くんだ。なんか変じゃないか？だもん。まあ、俺は現実にノードモデルを使ってないけど、それは変だよね。うん。まあまあ、その変が、変が全部変でよろしいなっていう感じもしてるけどな。うん、まあまあ、うん、もう芸術はだから、芸術は終わりだな。もうイラストとかそういう油絵工芸にもう全部。もうかろうじて、イーゼル絵画の復権だ。それ以外にもう、道はないんだろう。どっちの方向行っても、前衛の方っていうか。いや、まだ短いじゃん。うん、小関先生がもうすぐ65だな、100万いってもあと35年しか持たないじゃない、うん、まあ耐えるな、まあ、まあ、やってても他にいなきゃったら大変だよ、まあ、一人でやるの、うん、お前こうなんか何人かあの歴史の人挙げてみんなみんなそうだよ、モランディも坂本半次郎もドスタールもマチスも、当然セザンヌもね、林武、雪舟。雪舟も、まあ、天の橋立てとか、もう全部あの、元のやつはちゃんと、やっぱり物感があるもんな。描写してるよ。あの、絵作りしてないよ。あるいは絵作りだけじゃないっていうか、ものを描いて。必要としてないのは、いつも、今も昔もな。今も昔も必要としてないんだよ、お前。セザンヌが、じゃあ、お前、どれだけよ、お前。必要とされてなかった。されてないんだよ。それでも、やっていくのはタンペラマンだよ、お前。ってことは、じゃあ、もうセザンヌは、もう、どんどんたらなる、先行きを僕がこんな風になるって思ってないじゃないの。まあセザンヌもゴッホも坂本半次郎だってお前あの八女の田舎でお前それは恐ろしいな、うん、決して今の時代が悪いわけじゃないんだよもう昔からなんだよだからあの俺たちのバブルの時代は奇跡的な時代だったんだよあんな絵描きがあんなお前ただそういう奇跡っていうのはまさに奇跡だよな他の要素から来た奇跡でこれが流行りましたっていうねなんか馬の竹の子のように画商ができましたって絵描きが野菜売ってたやつが画商になりましたとか言ってたわけだから磨きが金が入ってくるんだもん。なんだバカバカ。なあ、二度とないよ。だからって、じゃあ、絵を買うほどの金がないかって言ってね、うん、じゃあ、それそこそこでみんな金持ってんね、うん。でも、誰も絵の話もしもしないじゃない。それはさ。ブームって言われた時には、うんまあ俺らの絵描きだったせいもあるけど、まあそれ、周りからもそうやって絵の話を持ちかけられたなんかしたけど、今がそんなもう風潮は全然ないよ、そんな。いや、まだお前、尊敬されるべき、お前、まだいたよ。ちょんまげで見た人たちがまだ生き残ってたから。生き残ってたから、芸術ってのは芸術ってのはそういうもんだっていう、あの、まだ林武もいたし、お前、林武がお前、あの、池田正夫の展覧会に日本橋に来たって言って、もう日本橋がお前、わーわー言ってたよね。ああ、知らない。
ね、ああそう、林先生が来たんですよとか言ってさ、もうなんか、うん、あのわわ言ってたよ。林武史もだから そういうなんか若手でいいなと思って来たんだろう。いい時代だよ。林武史お前、先生来てくださいって言ったら来るよ、あれ絶対。見てください先生とか言って。いやいやいや、そいつはいくらでも残ってたけどな。まだ1万円札が出る前だったから、いくと1000円くれたまあまああのあのそういうことを考えると情けない、技術がいねえんだ。尊敬されなくてもう当然だよお前。みんなお前その余ったとこでお前、サラリーマンの余ったところでお前、サラリーマン根性というかなんかそういうところの余ったとこでちょこちょこっとお前モチーフ探してもやってんだよ。まあお前尊敬できるか、お前尊敬できたりお前。だからさっきからお前が最初使った言葉なんかパーッと同じ言葉で何言ったけど、チープあチープチープみんなチープなんだよ。なんかみんなそう、まあ、絵痩せてるのと直接つながないかしらけど、絵に対してみんなチープだよ。俺だからあの よく売り絵にバラ描いたりするとあれだけども、ああ昔の絵描きの方がよっぽど偉いな。バラだってお前あれだけのバラお前実際生バラで買うと高いぞ。赤いバラをドカッと刺してさ、ですぐ枯れちゃうしさ、ああ昔の絵描きの方がよっぽど偉いよ。それをバラ描いてるとかさ、あれは間違ってたね。うん、バラ描いてなぜ悪いって誰も言わないんだもんね。うん、言わないと俺らがそうやって聞いて、うん、甘いなんかと思って聞いてたけどもね、もう絵が甘いとか言うんだろ。多分そういうことをさして言ったんだと思うんだよね。だからモチーフがそういうみんなの好みの文句言ってそれが甘いと。でも彼が使ってる技術は本来のそのアートに対する技術を使った技術を使って書いてんだよ。ああバラだからって一番書き方したわけじゃない。いやそれとやっぱり向こうがやっぱり圧倒的に美しいものをモチーフじゃないと、ね、向こうは痩せたものを一生懸命こっちで家でなんかしようと彼らはしてないよ。富士山とかさ、うん、まあまあまあはっきり言ってそういうことだよね。ヌードモデルもお前光を弾くよなお前。なんで選んだんだもんな。漁師のおばさんみたいなのじゃないよ。どうもなんか本当貧しいね。出し惜しみするというかさ、あの人生もあの時間も金ももう何しろ芸術に捧げるというか、まあ捧げるどころじゃないよ、そっから儲けようとしたりさ、余ったところでちょこっとなんか金だけ売れねえかななんていう
なんかやっぱり。うん、そういうのはもう、なんていうのか、こう逆に、まあ言わないけどな、そういうのはもっと絵に励めっていう、もしそういうこと言う人がいたり、悩む人がいたら、もっと励めっていうしかないね。だから必ずそうなるっていうふうに。やっぱり、励んでもいないで、チープなくせになんか絵売りたいとかなんか言ったりすると、俺らもそうだったのかもしれないけども、やっぱさ、どうしたらいいか分かんないけど、俺、もう時間がないから、世の中こねくり回して立て直してやりたいけど。あ、それともう一つな。こう、行ったり来たり、まあ、一週間に一回行ったり来たり してるとさ、分かったよ、俺。二つの世界があって、俺は、って、いずれ絵を描いて、対象と、あれして、純粋にもう、その描いてるときは、対象と、キャンバスを立てて描いてるときはもうその空間に浸ってるわけで、浸ってるっていうかまあほとんど本質直感だよな。もう世界はもうその主覚合一の世界で、まあ何しろもうものすごく充実した時間で、でもう一つこう展覧会とか東京でやってるこの現実の俺が絵描きとしてのあの描いてる空間じゃない空間がもう一つあってさ、そうするとさ、俺がアトリエで描いてる、まあ、つまりああやってイーゼル絵画じゃない生活はここへ来て近年やったの何ヶ月か前から始まってんだけど、そうするとさ、旅機会なんかで横森が出してるのがよくわかんない。彼らのやってるのは旅機会とかああいう展覧会を含めたこっちの世界の全て出来事なんだ。つまり、旅機会に出してる絵もそういう、旅機会に出すという空間の中の一環の仕事なんだよ。そうするとな、当然、キャンバスで、アトリエでキャンバスを描いてるときにも、その、両機械に出すと。それからこれで、両機店に出して、あるいはここでこう、つまり自分の人生はもうこの世界の中のキャンバスで描く絵も、その空間の世界なんだよ。俺には今二つその世界があって、当然俺の実質的な自分が仕事をしてるのはもう絶対にその対象と ぶつかって、あれが純粋な俺の世界だけども、ああいう世界をつまりそういう世界を作れないと、もう生活上の空間の中の一環のしての絵しかできない。先生の絵とかな、芸大の教、芸大で教えてるその一環の、つまりあるいはその団体の絵とか、その人の持ってる生活の空間の中の絵しかできない。うん、みんなそういうふうに自分の型にはめていくんじゃないの。うん、それに執着してなんだかまた執着心もめんどくさいことだなと。それからそういう将来のその入ってくる金のあれもあるけど、まあそんなことよりも天のオファーがあったんだから。行くべきだと。
昔の人はそうやってやってきたわけだからな、まあ、罪やら買ったりさ、今までずっと喋ってきたようにやってんだよ、うん、みんな、うん、そういうことで全部自分の人生もお金も全部、うん、まあ、金も持ってなかったんだろうけど、うん、ほとんどそれに使っちゃって、うん、だからこれだけ俺が来てんだからもう間違いないんだから行けという、まあ自分のこの臆病心っていうかな、ちょっと不安なところを。じゃあもう何も来てないんだったら、ただそのなんとなく憧れとかなんとかだったら、つまりドーンって来てんだったらその通りで、うんうん、必ずドーンって言うんだって、うん、身の内が震えんだってうん、確かにあの言葉なんかでもいい言葉を思いつつちょすぐメモしたりなんかしとかないとすぐ忘れるな。それからもちろん絵のアイデアなんかもそうでさ、さっき何考えてたかなっていうのがあるもんね。なんか以前にすっぽり丸ごと何もかもすっぽり言うっていうこと、なんかお前違うって言ったじゃねえかよ、うん、まあああいうことってのはやっぱりなかなかできねえんだよ、うん、だからまあタンペラマンの人たちはほとんどやってたなと思うけど、でこう他が忙しくて、うん、その脇っていうのが大体がな、実存のことな。まあ、もちろんそう、うん、永代にな、何があんだよ、それはもちろん、身の生き方とか、興味とかって、その実存に関わるようなことに脇いっちゃうんで、心持ちもないもんかも。そうするともう、元へ戻るのちょっとばかし、あれとか言って。でももうすぐ死ぬからな、まあ誰でも死ぬんだからな、それはもうまあそうやって残るのは絵だからな、のまあそれが死ぬ生き人までボーンって言ってくれれば言うことない、私服のまま死ねるわけだし、まあ人生の俺の人生の意味はそういうところに出てくるわけだからな、もうそれは絵描きの私服だな、そういうのは、ああいう瞬間っていうのは、でそれがすぐ時間経っちゃうじゃないか、伊豆なんか行き来してるとね、すぐ時間経っちゃうね。ほんで普通だったらもう普通の人生だったらそうやって諸行無用でどん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 時間過去のやつは無化されるんだけど、絵描きは素晴らしいな、いい職業だよ、この作品としてまあその時間の存在が残るんだもんな、普通楽しいことはすぐ過ぎちゃうよなんか真実の瞬間なんてのもさ、あっという間に過ぎちゃうから、うん、うまいこと言ったな、うん、その何とかの瞬間が残るんだから、うん、うん、でもそのことが大事だってことは
でもそれをしょっちゅうそういうふうに感じたっていうんだけども、それでもまあ一応はよろしいと、よろしいとは言わないけども、そういうことだって言うんだけど、絵描きそれが残るんだから、ブーンって言ってたりなんか私服だなと思ったり、そういうことを形に残せるわけだから、でもまあそういうことで根は残せねえんだよ、体験が、また歴史はそうなってるもんな。あの、なんか、なんで、まあ、死んだ人の100年の前の人の目を、不可滅、不可滅見るんだよ。そうじゃんの。そんな、フランスの100年前の人の、人を、お前。ものすごく身近だもん。最後に気づいた、赤くなってそそっとチップ握らしてさーっと帰っちゃったって顔を開け、顔を開けられてよくやる俺も俺はそういうことじゃないけど、またやっちゃったよつってまた関係ないとこでわあわあ。わあ、やっとき、あんなこと言わなきゃいけない。そうまあ、でも、本当にね、あの、まあ、虫が来たけどな。ヤブカニが来たけど。本当は快晴で気候が良くて、でそこは細い道だから車も入あのまあ一台入る道で道は入れるんだけど、そういうところで書いて誰もまあ道の真ん中にいずれだって書いてると、本当は私服だね、なんか。本当に、ああ、視野、いい絵描きっていいなぁと思うね。でそれで曲がりにもなりにも まずなんとか暮らして生きて生きてさ、まあ生きてこれてずっと、まあね、こんなこともまだして、それでまたその絵が売れる可能性があるんだぞ、これ絶対売れないわけじゃないぞああ、だから、絵描きって、ほんと、いい職業だよ。これ、哲学者だったら、まあ、先生になるしかなくて。哲学やって食っていけねえだろ絵描きだったら、絵やって食っていける可能性あるな。
まあそれでまあなんとか寿命が全うできればもう最高だよ。まあ、それ以上よく書いちゃいけないんああ、素晴らしいよ、手術でおままで死ねたら。なんか本当にお前、本質直感とかさ、善のあのなな、近く合一とかさ、なんかそんな感じだぞ、本当に。なんか、まあ当然、外の対象を、こう、一生懸命なんかこう、まあ自分の意図をあんまり持たずに、こう置き換えていく、作業っていうのはなんだか、本当に視覚、自分がやってんのか、つまり、対象がそうさせてんのか、俺がやってんのか、もっとわかんなくなるよ。これがまた一週間行ったり来たりがまたいいだろ。もうまあそのだから最後うまく金が入ってあれすればもう最後はそうするよ。もうそれが望みだけどな。まあでも入ってこなきゃまあしょうがない。まあ、それと2年後に富士山だから、2年後に富士山と。まあ、今いるとこから、ほどよく見えないのか。まあ、見えない見えない。それと富士山はもうやっぱり、ものすごく、いずれ立てるとこう、よく吟味しないと、南。やっぱり、ものすごく、後半の域に渡るから、大斜面のところから見ないと俺はダメだと思うんだ。だから、こっちも山でな。だからそこの、借りて、そこからまた伊豆峠の近くに、まで車で行くところを、車で、あちこちから、いい場所探して見つけてな。そういうことだ。そこまで、まあ、お前が言うから言ってやるもんかもしれないけど、そこまでしなければ、まあ、その貧乏くさいことやってたら、ああ、そう。それとな、富士山は、やっぱり考えるほどな、日本人がやらなきゃ、まあ、やってきたし、それぞれ、北斎もやったし、みんなやってるし、やっぱり、
避けて通れないぞ、これは。これをな、富士山描いてね、すごいっていうような絵が描ければもう相当、すごいよ。歴史に残る。と思うんで。あれをな、あれをな、写真を見て描いたりな、それから、俺が、みんな過去の絵描きたちが挑戦したやつを、改めて、俺が、この時代の、戦後生まれの先生、お手好きな時によろしいですけど、その時1枚写真を撮って今本気で考えたらね、何だか知らんけど、八の字書けば富士山って言われるような、そんなもん、そんなことで書かれたら、俺はまあものすごく不満だね、絵描きたるなら、ちゃんと言って書けよ、なんていうぐらいに書けよ。それと今ものすごい富士山の写真がやばほどあるからな。いやあ、マジで。だから余計ファイト湧くな。そんなものを蹴散らすような富士山を。いやー、なんだかあれだな。例えばまあ林武史は挑んだけど。坂本半次郎とかさ、モランディとかドスタールとかがさ、富士山描いたらどういう富士描くだろうなと思うとゾクゾクするだろう。本当だ。俺はもう自分がまあとっかかりもないから、もうとてつもないと思ってるけどね、まあもうそう、たまに見たものとか写真でとかしか知らないから、あれ実際に行ってみないと、もうさ、まあ、安易なものしか描けないだろうなって。でも富士山の裏側って随分えぐれられてんだってな。大見たりと、あれどんどん広がってるって。そんな形が変わるんじゃない。裏側は見えないけど、山梨側は。まあだからあれだよ。そういう天のオファーで。不安を吹き飛ばさないとさ。大崎システム。なんとか自然とか言って、絵だけ残ったとかって、富士山だ、素晴らしいとか言ってて。まあ、あれで、不安を吹き飛ばさないと、やっぱりな。いや、お前のライトモチーフっていうのが、この最後のモチーフとして、富士山は俺、いいとこ見つけたと思う。これ使ってくださいとか言って。あれそうだったらしいな、ガウディが。ガウディはなんかまあ今何まで作ってるつんだから。ガウディはお前資金が足りなくなっては、まあ、寄付してくれって回って、なんか、回ってる途中でなんか事故、死んだんじゃなかったかな。それは資金が尽きればさ、だってあんなの、お前資金はいくらあったって足りやしないぞ、お前。まだまだ延々と続くって言ってるんだ。国が出してるだろうと思うけども。だから建築の現場にずっとベッドを置いてな、
で当然あいつ一人もんだろ。で金が足りなくなると、金がなくなるって生活のためじゃないよ。自分が食うぐらいはなんとか、パトロンがなんとかするだろうし、なんとでもなるだろうけど。なんか電車にで事故があったんじゃないかな、確か。寄付集めに回ってる時に すげえよ、みんな。いや、でも、大したもんだよね。当時はそういうことを個人が作っただろうけど、今じゃまだいつまで経ったら出来上がるのかわかんないっていう、延々と工事が続いてるっていう、彼が設定したんだっていうことな、らしいんだけども。あれもそんな前じゃないからな。すげえよ、もう、観光のあれとしてはもうすごいよ。観光の財産っていうかなんか。で、ちょうどガウディとライバルがいたんだよ。ものすごく、つまり、そういう何、超越的なとこにじゃなくて、ものすごく、つまり黒川紀章みたいなやつがいたんだよ。芸大の教授みたいな、どっかの建築のその教授で、すごく、こう、その当時のいろんな公共建築とかいろんな病院とか建てた。それとの人生の絡み合いも面白いんで、まあ象徴的なっていうか、地上と天上のその超越と、なんだ なんか忘れちゃったけど、2人がどっかの公園でばったり会った時にやり取りした会話が面白いんで、忘れちゃった。なんかそういう自分が成功して、向こうはガウディはまあ素晴らしいものを作ったって、そんな。建築現場に泊まってあれしてるね。なんかそのやり取りが面白いんで、象徴的なな。だからそういうのを見ると頑張んなきゃと 何を情けない、弱気 たとえ野垂れ死にしようと。いやいや、強いって言って本当にね、5万円で入れてるけどね、本当にないと、やっぱりもう、ああ、もうし、本当になくて、本当に、まあ、少しは引き延ばせるだろうけど、なんだ、人生は恐ろしいもんだって、常に言ってる。人生は恐ろしい、生きることはつらいな、とか言って。わ かるよ、俺。絵描いてるときは、ああ、いいんだよ。できないって言ってもな。でもあいつもそうやって、もう社会と接するっていうか、このなんだ、前線のとこで常に問題を抱えるじゃない。まあ女房のこともあるし、人間のそういう、だから接するとこ接するとこが彼には恐ろしいんだよ。
な、どうもうまくいかんなっていう。サロか。昔言ってたと同じような言葉を彼が言ってるの見つけて俺も嬉しかったよ。モネやルノワールのあの継承っていう形は綿でできてみたいだって。俺昔なんか綿みたいな交換だなって、あのなんかその綿みたいだろうなんて誰いろんな人に言ってたから、セダンのが言ってたのを見て嬉しかったよ。ああ、俺も同じこと思ってたと言って。まあ、そういうのを、例えとすればそれはふわふわしたもんだからね、光の塊もふわふわふわ。継承がな、セダンの。そういうことで、なんか物の、光は充満するけど、継承が、なんか、実際のあの継承と、空間とか継承が違うよね。存在は全部お前綿菓子みたいなもんじゃないもんな。あれを書こうと思ったらちょっと違うね。なんとかせねばとか、どげんかせんといかんとか言って。でもこれは運命的だな。このお前何ヶ月か前だぞお前。俺は言ってんじゃん、まだ言って、言ってまだ4ヶ月ぐらいか、何年じゃん。ああ、4ヶ月ぐらいで、いやーものすごい出会いだな。なんか知らんけど運命的な。